私は、何を、やった、のか。やった、何の話、し。そう言いながらアビーは周囲を見渡し、愕然するね。え？何？これ？周囲に広がる地獄絵図、自分と服についた帰り地、それらが先ほどまでの記憶を嫌でも引きずり出してきた。私、またたくさんの人を。記憶にないのか？自分がさっきまで何をしていたのか。うーん、あるわ。鮮明に。でも、なんであんなに気が高ぶって、あんな残酷なことを楽しいと思っちゃったのか、全然、わからないの。とにかくここから離れよう。居心地が悪すぎる。早くここを離れようぜ。ヨウタ、月。奏が振り返ると、そこには月に抱きかかえられて横たわっているヨウタの姿があった。ヨウタ？ヨウタ？大丈夫。ヨウミーは気絶してるだけよ。それより、どうするの？アビゲイルは私たちと一緒に現代に帰ることはできないわよ。安心したまえ。肉塊の影から姿を現したのは、探索者たちに神の計画を阻止するよう依頼した男、ラブクラフトだった。その子供。いや、レディの身元は私が預かろう。野放しにしておくのはあまりにも危険だ。危険？そりゃまあさっきみたいなのは確かに危険だけど。あの程度ならけほども脅威ではないのだがね。たかだか4本の触手だけだ。本来の 1% 程度も出せていなかっただろう。あれで 1% だと？それより問題はそのレディなのだよ。カーターは神の声を聞いていただけだ。しかし、このレディは自身をより白にして、その神を降臨させることができるようだ。そんな存在を放っておけば、新たな神がこのレディをより白とするやもしれんからな。だから私に預からせてほしいのだ。それを決めるのは俺たちじゃない。この子だ。私は、自分の居場所が欲しい。嘘つきな悪い子をやめて、いい子になりたい。それは了承と受け取っていいのかな？そうよ。アビーの返答を聞くと、ラブクラフトは空間を歪め門を作った。君たちも、了承の上とはいえ、迷惑をかけたね。せめてもの詫びだ。君たちにプレゼントをあげよう。プレゼントは君たちの布団の中に置かせてもらうよ。起きてからゆっくり開けるといい。それだけ言い残すと、ラブクラフトはアビーと共に門の中に消えていったね。私たちも帰ろっか。そう？だな。ヨウタは俺が担ぐ。月は門とやらを開いてくれ。わかったわ。夢か？いや、そうでもないみたい。これを見て。金の鍵だわ。それにほら、見覚えのない瓶が布団の中にあったわ。じゃあ、セイラムでのあの一件は？頭がグラグラする。よかった。ヨウミーも起きたわ。は。忘れてしまうかもしれん。この夢を書き留めなければ。その後、ヨウタの経験をもとに書かれた小説は一部のニッチなファンの間で人気が出たとかでなかったとか。みんなお疲れ。今回の TRPG どうだった？荒削り。辛辣。私は悪くないと思ったわ。既存じゃない分、新鮮味はあったし。逆に自作だからガバガバ設定なところもあったけど。なるほど。私は初参加だから正直わかんない。でもまあ、フリッカの好みを前面に出したって感じだったわね。まあ話を考えるのは私の趣味だからね。とりあえず、3人とも無事セイラムから帰還したね。君たちが体験したことの数々は、君たちの構成を送る上で大きな自信となるだろう。3人とも、2D10 の3期回復だよ。上限突破で回復したけど、やっぱりヨウタの産地低いわね。まあそれはしょうがないでしょ。ところで、今回のシナリオってどれくらい予想通りに進んだの？あ、
それ私も気になるかも。どれくらいゲームマスターの手の内だったか知りたいわ。え？言っちゃっていいの？え？そんなに外してたの？いや、逆。基本クリティカル以外は予想通りの行動だったよ。あ、ごめん。嘘ついた。ヨウタがムーンビーストを食べ始めたのは予想外だったわ。それ以外となると、カーターに釜をかけるのも、アビー戦に進むのも予想済みだったの？え？まあそやラスボス倒さず帰る方が不自然だし。まあそれは言えてるわね。だから正直解説することも少ないのよね。まあ、アビーについてのことは解説が必要だろうけど。そうね。あの時結局聞かなかったし。アビーの素性は原点通り、魔女裁判の火種になった少女よ。自分も魔女と疑われて処刑されるのが怖くなったアビーはあの小屋へ逃げ、恐怖に震えていた。ちょうどその頃、カーターに気まぐれで肩入れしていた邪神は器に適したアビーを見つけ、これまた気まぐれで力を貸したね。セイラムの会？似た名前を小説で知ってるわ。それに関係はある？うん、あるよ。その写真こそセイラムの会の参考資料で読んだ、ダンウィッチの会に出てくる写真、ヨグソトースだよ。まあ、それはなんとなく予想がついてたわ。まあ、何のひねりも入れなかったからね。その盾、ここどういうこと？って内容があればコメ欄にでも書いてもらえればお答えします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。